申します。よろしくお願いします。本日は PS4、ドラゴンズドグマオンラインのキャラクリ男性編、30分ずつに区切って、30分ずつに区切ってね、男性と女性やりたいと思うんですけど、ちょっとごめんなさい。先ほど、公開エラーの方が起きてしまって、やり直しです。こちら。ね。まあ、といっても先ほど1分ぐらいでやめたんで、おそらく見れないと思うんですけど、では、新規作成の方で、男性の方、まあ、キャラクリ女性も見るからおそらく一発で決めないで、男性は男性で途中でへし折って、で女性の方で一発決めると思います。はい、コウテさん、皆さんお久しぶりこんばんは。ちょっとお聞きしたい、音声が大丈夫だったら大丈夫って言ってください。ちっちゃいとか大きいとかあると思うんで。はい、じゃあね、男性の方をちょっと先にクリエイトしていきたいと思いますけど、あ、ストーリーありきか。大いなる断りは我々が信じているよりもずっと脆かったと考えるより他はありません。たった一人の人間の野心が世界のありようを変えてしまったのですから。エルテ・ディナンで見つかった古文書より。その豊穣なる大地の名はデスタニア。白竜の翼のもと、人々は生まれ、働き、笑った。竜への崇敬と感謝が文明を育み、人の英知は生と死の断りすら乗り越えようとしていた。しかし323年前、どこからともなく現れた黄金色の竜が大いなる白竜に戦いを挑んだ。戦いは3日3晩続き、誰もがその様子に固唾を飲んだ。4日目の日の出前だった。祈りが通じたのだろうか。白竜の通撃が小金の胸を貫き、まばゆい翼は光を失い落ちた。人々は胸をなで下ろしたが、白竜も深手を覆い、そして落ちた。頭を上げ再び天空に登ろうとしたが叶わず、人々は傷ついた白竜の周囲に集い祈った。やがて白竜は弱々しい声で言った。お前たちを各社にしてやろう。その代わりに私を守ってくれ。まだ消えるわけにはいかない。レスタニアを愛する者たちよ、仇砦となり私を守ってくれ。秩序をなくしたこの地を断りのうちに押し戻さねば。その後の314年、白竜は一人また一人と各社を増やした。そしてまた新たな各社がレスタニアの大地に立とうとしていた。はい、ということで、オープニングムービー終わったところで、はい、お久しぶりですね。そう、PS4 版ですね。真山さん、お久しぶりです。覚えてます覚えてます。はい、確実に覚えてます。そんな簡単に忘れないでしょう。はい、では男性の方からね、名前は抜いて、あのキャラクリの方をしていきたいと思います。まあ、ライブ向けというよりは動画向けの方向かな。一応こんなのありますぜっていうね、初心者向けにと言いつつ、僕もサブアカでちょっとやったぐらいなんで、全然分かってないんですけど、まあちょっとご案内します。はい、まずプリセットからね。
デザイナープリセットとはあらかじめ用意されたサンプルモデルです。エディットが苦手な方におすすめです。より高度なエディットをしたい方は顔の輪郭や目、眉など詳細な設定ができます。はい、見てみましょうね。もやちゃん、はい、こんばんは。ストレス溜まってますどうしたかな、仕事で何かあったかな。じゃあタイプ1から、すがすがしいね。でタイプ2、ちょっと、うん、ちょっとね、凛々しくなった。はい、髪の毛の色ってどうでしょうね。金色の方がやっぱりかっこいいっちゃかっこいいのかもしれない。はい、アーコ 89J さん、 GTA5 じゃない、うん、あのね、イベント対応とか催し物とか企画物しかもうやらないですよ、 GTA は。はい、お金がいくらあっても足んない。うん、僕はちょっともうお金がねリアルカーの方にね結構使っちゃうからね、 GTA の方でお金をガンガン使うわけにはいかない。それとクリエイト、ミッション回しも全然やってないから、そして僕は GTA 専門の実況者ではないから、いろんなゲームやるからね。はい、まあもろもろやっていこうと思います。またイベントとかあったらですかね、やるのはね。はい、でタイプ3、個人的にはちょっと目つきはなしにして、傷もなしにして、これ系は好きなんだよね。はい、後頭部の形がいい人はこの髪型リアルでやっても似合うかなと思います。僕ね、後頭部まっすぐだからねこの髪型ほんと前からやりたかったんだけど全然似合わないんだよね。うん、まあちょっと親を恨むよね、俺ね。はい、ね、ちょっと色白、色ね、血色悪くなっちゃったけど、どうでしょうね。うん、なんて表現していいかわかんねえよイケメンさんはイケメンさんなんですけど、あまり色白すぎるのもって感じかな。はい、でタイプ5、また爽やかになってきた。どうなんだろう、短髪、長髪、いろいろありますけど、ミディアム、あまりにも長すぎるとって感じするけどね。似合う方はいらっしゃるけど、まあでも眉毛はボーボーよりは整えてある直線気味の方が僕は好きかな、どちらかというとね。はい、タイプ6、ここら辺からですねここら辺からはもう美男子の領域に入ってくるでしょうね。どちらかというと男っぽい凛々しい顔よりは中性的な女っぽい顔の方が髪の毛長いのはやっぱ似合うよね。うん、佐藤健さんみたいな、そういう感じのね。はい、もやちゃん、ジャニーズ顔でお願いします。でもここら辺ジャニーズ顔多分多いと思いますよ。ただ若干顔つきとしては古い方に入っていくのかな。はい、鋼鉄さん、青年だね。うん、ね、もうちょっと浮いた方が僕的には好き。はい、でタイプ7、ちょっと怖いかな、目のあたりが。ちょっと目つきが怖い。まあパーツごと変えていけば問題ないんだけどね。はい、でタイプ8、髪の毛が多分短髪になればかっこいいはず、この人は。ちょっと逸脱しますよ、ちょっと抜けますよ。で髪パーツで今とんでもないのあったよねどれだいこれかこれはまずない。うん、長髪似合う顔ではない、この顔は。うん、この類ですね。はい、この類の髪の毛短髪だったらまず間違いなく似合うでしょ、ここまでは似合うでしょ、ね、短くなればなるほどこの手の顔は似合うけど、もうこういうとこから似合わないね。ちょっともう違うもんね、ジョルジオなんとか的な顔になってますけど、ちょっと顔つきと髪型は、まあ、もうね、女性的な感じになっちゃってますけど、アルタイゼンさん、初見さん、はい、こんばんは、よろしくお願いします。ケルと申します。うん、短い顔だったら似合うと思います。じゃあちょっとデザイナープリセットの方戻りますよ。でタイプ9で、でもね、ここら辺嫌いじゃないですよ、レゲエ的な。うん、もうちょっとでもファンキーさが欲しいかな。鋼鉄さん、すげえモブキャラ臭い
フリー Wi-Fi さん、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。はい。もやさん、ダヴィンチコード見ます。もやさん、ダヴィンチコードって僕難しすぎて内容が分かんなかったけど、もやちゃんはやっぱり頭いいから、内容分かる？俺、難しすぎてちょっとダメだったわ、ダヴィンチコード。もうちょっとね、分かりやすい冒険ものぐらいの方が好きかな。はい。話戻ります。タイプ10。ちょっとおっさんになってくるんですね、ここら辺から。もう首のシワで、ね、人間の、ね、年齢は首のシワに出るみたいな人もいますからね。でも目尻にも出てるからおっさんキャラなんですよね。でタイプ11、うん、もうなんていうか、うん、見るに耐えないよねこうなってくるとねいやちょっと、うん、ヒゲといいなんといいちょっと嫌かな、個人的にはちょっとなしかな。はい。でタイプ12、でもうちょっと何でしょうかね、定年は過ぎた感じかな。うんこれ大きい剣とか持ったらちょっとギグッゴギッてなりそうな腰の感じだよね。うん。でタイプ13、若返ったけど極端なちょっとネタ方面に走り、そうですね、力士でしょうか。もみあげな、これ系な。うん、僕これ系のもみあげが似合うのは多分ウルヴァリンぐらいだと思ってるんですよね。はい。でタイプ14、うっ怖っ、ロシア方面の方ですかね、ここら辺だとね、ウクライナ的な感じの方でしょうかね。目の瞳っていうのかな、あまりにも小さすぎると怖いっすよね。目つきという、目つきじゃなくて目自体がね、ちょっと怖い感じしますよね。でタイプ15、ちっちゃ、え、この子は何どっから来たのこの子は。うん、この髪型は僕はあまりかな。うん。でタイプ1戻します。でここでランダムね、ワンポイントアドバイス、ランダムを選ぶと髪の毛や目、眉などの各種パーツをランダムに設定します。元に戻る、やり直すの履歴機能を使ったり、こまめにセーブロードを行って理想のキャラクターモデルに近づけていきましょう。はい。コーデさん、最初に死ぬやつだな、ホラーでその、うん、わかるわかる、そんな感じですね。一番最初にやられるパターンのやつね、ちょっと調子に乗っててガブってやられてゾンビになっちゃうパターンのやつとかね。でランダムを押すと、丸ボタンを押していくと、本当に似合うんだか似合わないんだか、うわ怖っ、逆に怖っ、老けてんだか若いんだかっていう、こういう感じに、もうミックスですね。まあ、ここら辺はまともだけど、これなんか若干もう女の方入ってるよね。うん大丈夫かな、ぬくみずしかなこれは。うん、怖っ。もうちょうどよくこのランダムでこれにしようっていうキャラクターがあまりない生ずかよよね。うんうん、ちょっと怖い。んじゃあポリセットからちょっとじゃあ作っていこっか、まともな人も。僕これが結構好きは好きなんだけどな。あとはイケメンはイケメンなんですけど、あまり美な感じに入っちゃうとちょっとなと思うんで、これで変えていこっか。まず髪型、髪のパーツちょっと回していきましょうか。あ、意外と似合うね、髪の毛長いのもね。でもこれは女子だろう。まあ男女混合のこのパーツなので、女子っていうパーツもここには入ってきますね。まあ中性キャラ作るんだったらありかもしれないですよね。一体女子なのか男子なのかっていうパーツ多いですね。このなんか焼きそばみたいな頭はちょっと嫌だな、僕
的には。アフロ、あ、でもここら辺は似合うぞ結構。これはもうまずない。あ、さん、なんていうの、侍、侍っていうかさ、なんかいるじゃん侍じゃないけど、こういうやつぽいよね、剣心みたいなね。あー嫌いじゃないなこの毛。これはまあまず無理。うん、まず眉毛より前髪が上にあるっていうのはまずもう無理僕のパターンね。これはいいけど、これにしよっかね。ちょっとファンキーにしてみよう。で意外とこのシルバー系で攻めるとこれはかっこいいんだよ。で顔の輪郭いじっちゃうと本気で変わるから、パーツで選べるやつね、目のパーツ今11ですね。おっと変わってきた。1番から見ていきたい。あーもうちょっとチャラい感じの目つきがいいんだけど、どれもこれもなんかキリッとした感じですね。怖っ、これめっちゃ怖っ。目力強すぎるとちょっと引くよね。あ、そっか、もともと11で、15番に関してはこれはもう心眼ですね。目は見えない、あのゾロさんみたいな感じだね。心眼で心の目で見るという、まあこれがゾロさんか。そうか、どっちかの目をこれにして目の上に傷を作ればゾロさんになるのか。うーん、ちょっと浮いた感じにしたいんだけどな。でもやっぱり細めが似合っちゃうんですかねこのキャラクターは。これは違うと思う。もうちょっとなんていうのかな、チャラいじゃないけど優しそうな目が、これは完全に AV の見えないとこ見てる目だよねこれね。モザイクどうなってんのかな、あの目だよねこれね。あ、終わっちゃった。じゃあちょっとでも今4番でハマってたんで4番のままでいきます。で両目のカラーアップできないのか。あまりすげえ目立つ色にしちゃうとちょっと蛍光っぽくなっちゃうと怖いね。ちょっと曇らせたぐらいの方がいいから、ここら辺だともうちょっと怖いよね。機械的なロボット的な目に、うん、これでいいんじゃない。でオッドアイ、片目だけ色を変えることができる。ここしあれだよね、ちょっとナルトに出てきそうな感じに、ここら辺にしとく。赤怖いな。んでじゃあ眉毛、眉パーツもうちょっとねえ、鋼鉄さん12秒眉パーツね。じゃあ1番から見ていきましょうか。まあありかな。ちょっと待て、肌色に合いすぎるから眉のカラーを髪の毛と同系に持っていきましょう。このぐらいかな。うん、ちょっと目立たさないとね、眉を選んでても何選んでるのか分かんなくなっちゃうね。1番ありじゃないですかね。ちょっと細すぎ、イケメンはイケメンなんですけどあまりにも細すぎると。8番7番、あと6番かな。若干優しい感じがする。んっと、なんか毛の量が多くなってきたぞ。9番はもう確実に剃ってるから、これ喧嘩ヤンキーだよね。もうここら辺はヤンキーだよね。あ、これもヤンキーだけどね。6番と覚えておきましょう。11番もちょっとおとなしそう。うん、11番6番、眉毛なしはもう完全に怖い。いやいや、ちょっとさ、険しくなる顔の、やめようよのわしみたいな感じのさ、
ちょっと優しい感じの、もうおじさんだよね。この眉毛のおじさんいるよね、政治家でこれね、ボーボーにしてるような人ね。こういう政治家いるよね。おじさんだわ、もうこれ全然眉毛の手入れしてない人だわ。あ、いいですね、平安時代みたいなね、これいいかもしれないですね。6番か11番、6番かな。ちょっと11番元気なさすぎだよね。で、眉カラー選んだんで、花1番から、これ単純にこっから正面から見た感じで、幅、花の幅の広い狭いと、あのでかいもある、厚みもあるんですけど、あと鼻筋ですね。うん、これでバランス、正面から見て、なおかつ横から見てバランス取ってください。あの横でね、鼻のこの上がり下がりと、あと鼻筋の中腹から折れてるやつがあるんですよ。あと鼻頭がもうものすごくボーンと出てる。はい、リノシンカワさん、お久しぶりです。よろしくお願いします。今日はね、 DDON です、ドラゴンズドグマオンライン。ここまで無料でできちゃうのかっていうゲームですね。はい、これね、鼻の途中がくの字に曲がってるような外人型の鼻の方ですね。はい、で鼻の頭がポンと上向いてる、これも外人型の鼻、日本人にはなかなか少ないですね、これね。まあ、途中でくの字型になってるのは結構見ますけど、どうでしょうね、鼻大きいちっちゃい高い低い、うわー、あまりにも、もうなんか鼻の穴がガーってさ、鼻くそポロポロ落ちそうな感じの鼻、嫌なんだよな。あ、うん、ちっちゃい方がまあスマートな感じはしますけどね。一番微妙な感じよりは無難な感じの方が合ってんのかな。はい、リノさん、ドグマや、あ、そうなんですかね。ここまで無料でできると思わなかったんで、僕もね、とは無料とはいえ、ちょっとライブとか動画でどうしようかなと思って迷ってたんですけど、サブアカでやってみたら、いや面白いと思ってやってみたらってまだやり始めなんですけど、うん、何日かかやってみて、あ、これ本ちゃんでやろうと思って、ちょっとライブ、まあ、多分ね、あの見てる方少ないと思うんですけど、そんなの関係ないっていう感じ、自分がやりたいのやればいいやっていう、ライブも動画もね。はい、だからもう見てる人数とか少ない多いじゃなくて、これは面白いですよ本当に。ただ役割分担があるから結構ね、頭使うゲームだから、頭使って考えてる方は結構合ってるかな。うん、ちょっとリノさんドグマやってるちょっと嬉しいな僕それ。はい、死神クロノさん、かっこいい名前だね、またね。こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。ドグマ楽しいよね。おお、いいね、ドグマ楽しい方、ちょっと嬉しいな、来ていただけると。はい、こうでさ、ドグマ PS3 でやってる、ありがたいね、そういう方に集まっていただけるとありがたい。僕もね、まあこれ系というか、FF14 とか、まあみんな集まってやるゲームだとね、あとドラクエ10とか、あと無料で言うと PS4 だと、あの PSO2 があるじゃないですか。で PSO2 と一緒にされるとこれはまた違うんですよね。 PSO2 は結構勢いでガンガンいけるんですけど、ここら辺はもう職で面白さが変わってくるからね、奥がものすごい深いと僕は思ってます。リノさん、僕ハンターやってる。え、リノさん、ハンターって武器、双剣ですか。ちょっと僕初心者なんて分かんないんですけど、大剣と弓矢と、あとプリーストと杖持ちと、あとは弓矢でもほら魔法系の弓矢持ってる人と、ハンターがねいまいちどういう職か分かってないんだけど、あとシールドセージを僕やってみたんですよ。プリースト、シールドセージ、弓使いをやってみたんですけど、どれもこれもあれですね、役割が全然異なってて面白い。ただ戦えばいいとかじゃないもんね。お、リノさん弓矢、おいいですね。僕もね弓矢好きなんですけど、ってことはリノさんはあれだ、狙いつけるのが
結構得意なんだねきっとね。あのエイミング、ね、大事ですよね。はい、死神クロノスさん、僕はアルケミスト難しいって話聞きましたけど、どうです？俺アルケミストの説明書きで全然理解できなかったんですけど、相当難しいんですか、立ち回りっていうかね、って聞いて本当面白そうだなと思いつつ、ちょっとリノさん火力がない、え、やっぱそうなの、火力ないのか。でもあれでしょ、盾さんに引きつけててもらって、何でしたっけ、プリーストが弱点なんだっけ、ヒールで弱点を、まあ巨大モンスターの場合は弱点をね、あのヒーラーが表示させて、そこに向かってエイムすれば火力出るんじゃなくて、もう全然狙い定めても火力が出ないんですか。死神クロノスさん、むずいけど慣れると楽しいですよ。いやーねえ、なかなか楽しいっていう言葉をまだ僕言えないから、ただ面白いとは思う、ものすごく。もう慣れるとっていう、慣れるまでは大変なんだよね、特に仲間内でやる分にはいいんですけど、野良プレイヤーさんとやった時にものすごくプレッシャーってきますよね。この唇合わないねちなみに皆さん、男性キャラクター、女性キャラクター、僕一応両方作ろうと思うんですけど、今後ちょっと動画とかでこれやっていこうと思うんですけどね。ちょっとあれですね、冒険してる最中出会うと嬉しいですね、これね、リノさんとクロノスさんね。この唇結構合ってると思うよ、優しそうで。で、耳は隠れちゃってんね。あ、これは大きさとか向き輪郭のみですね、タイプはないんですね。で、ファッションメイク、今傷がオンになってるのかな、ちょっと1番から見ていきましょうか。はい、額、うん、これヒゲか。カラーをもっと目立つやつにしましょう。これじゃあまりにも分かんなすぎる、ここら辺でいいかな。で1番、うっすらですね。うん、ちょっとひげの濃い人みたいな感じ。んちょっともみあげとか、そうだね、こういうの欲しいね、この髪型はね。はい、クロノスさん DDON 開きます。あ、これいいっすね、元からこれもしかして。ちょっと5番に設定しておきますね。ちょっと男爵ひげとかは、うん、違うかな。これもいい、男っぽい。これアグロって結構笑えるパーツだと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、使いようによってはものすごくかっこよくなりますよ、アグロって。うん、あのネタでやるにも十分なんですけど、こういう風にやるのも十分かっこよくなりますよ。ちょっと違うかな、うん、サタデーナイトフィーバー的な感じになっちゃうこれね。まあこれも男爵ですね、惜しい、ちょっと惜しい。あ、合ってるけど、合ってるけど、ちょっともみあげが清潔すぎるアフロはあんまり。そうそう、こんな感じなんだけど、しかしイケメンだなこいつ。これはないかな、うんこれはちょっとね、すごい昔のアメリカの大統領みたいになっちゃうから、でこの辺ちょっとエロそうだからやめとこうね。でこれはヒゲなしか。あー、あのさ、僕いつも思うんだけど、こういうヒゲの人見たことないですけど、あの都内に住んでた時にね、この手のヒゲの人がいたんだけど、あのスープとか飲ん牛乳とかくっついちゃわないこれ中国だね、完全に古い中国の人だよね。うん、これはないかな、なんか、うん、絶対もうな、食べ物がヒゲだもんこれ。あー惜しい、おっと戻ったね。
じゃあ5番が僕ハマったと思ったんで5番。リノさん、シーカー家側できる。シーカーって両手にダガーみたいの小刀っていうかちっちゃいナイフ2つ持ってるやつがシーカーですか。ごめんなさいね、あんまちょっと分かってないんで、いろいろ教えていただけるとありがたい。はい、クロノさん、言うて僕も最近始めたんですけどね、ちょうどいいじゃないですかね。えそれは逆に嬉しいですよ、そう言ってもらえると。あ、ちょっとじゃあちょっとねえご一緒しませんとかいう話持っていきやすいですからね。はい、でこの GTA では全く誰も募集してないっていうのに、こういう ちょっとずれるゲームがずれるとね、ちょっとあったら偶然あったらちょっと遊びましょうよみたいなね。リノさん、そうです、どうなんですか、もうサク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 攻撃回避攻撃回避ってめちゃくちゃ早く動けます。顔の傷はどうなんでしょうね。リノさん、僕ランク4 行き過ぎだろ43ってどんだけ強いんですか。あれですか、いやいや、クロノさん僕ランク20、いやそうやったら僕一番下じゃないですか。ちょっとそれあれにしません。あ、もし出会ってやるとしたらちょっとニューキャラ作ってくださいよ僕に合わせてニューキャラを作ってくださいよだってレベル高すぎて、あれ、あの DDON もシンク機能やっぱついてるかな、低いレベルの人に合わせて。ただ僕あれ結構ヒーラーどのゲームもやるんですけど、やったらさ、なんか FF14 の場合はね、いくらレベルシンクしてもらっても、タグがね、なんていうの、人が敵の視線がね、高いレベルの人に行っちゃうんですよ、どうしても。だヒーラーって結構ね大変なのよね、そういう意味ではね。まあ、僕タテさんもちょっとやってみたいんだけど、でもなんか練習できないじゃないですか、誰か練習付き合ってくださいっていうのも言いにくいしね。はい、でクロノさん、結構すぐランク上がりますよ。ビギナーズリングでしたっけ、一応つけてて、雑用ミッション、まあ、ストーリーミッションこなしてたんですけど、サブアカではレベルね11で今女の子止まってます。はい、で、あ、ちょっとこれまずい、メインでやんなきゃ、メインチャンネルでやんなきゃと思って、はい、今こっち上がってきました。リノさん、機動力鬼です。え、ちょっとやってみたい、シーカーやってみたい。いやでもさ、機動力鬼のジョブってさ、火力はあんまないでしょ、手数でダメージ力与える感じじゃない、もしかして。うん、小手さん、最近全然やってないな、いやーもったいないな、こんな面白いのに。うん、でリノさん、43だったらペナルティ、え、ペナルティ食らう、あ、そういうのあるんですか。え、メインミッションは食らいません、ペナルティ食らう、メインミッション、え、どういうこと、メインミッションは食らいません、あ、そうなんですか。え、クロノさん、質問なんですけど PS3 と PS4 って一緒にできるんですか。あ、そこ考えてなかったっす、わかんないっす、わかんないっす、俺は PS4 っすけど、けど PS3 も持ってるんですけどでも同時にはなかなかあれだよね。リノさん、火力もそこそこありますよ。はあ、ちょっとシーカー僕チャレンジしてみます。はい、マジンさん、こんにちは、コミュ、あ、コミュありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ちょっとねコミュ稼働させてないんですけど、今日は DDON でちょっと男女共にキャラクリやってみようかなと思ってちょっと上げてみました。久しぶりのライブなんですけどね。はい、で、リノさんできますよ。お、できます。え、ちょっと待ってください、 DDON って PS3 PS4 と PC があるんですよね、違いましたっけ。ってことはみんな揃っていけるってここにいてやってる方はみんな揃って集まってちょっと騒ぐ、みんなでうやーって意味もなくみんなで騒ぐ、あれかな、通報されちゃうかな、あんまり騒いでるとね、あん、なんかね、うるさいと通報しちゃう人いますもんね。だから静かに騒ごっか、みんなでちょっと一緒になれたらね。うん、ちょっと面白い。
そしたら早くキャラクリを終わらせてキャラ作らないとダメだってことになるよね。うん、いやこれ面白そう。リノさん笑、うん、小鉄さんマジっすか、でクロノスさんうえリノさん揃っていけるはずね。ちょっとあれかな、確実にあれかな、ちょっと知ってる人いないかな、じゃあね、僕もわかんないから、みんな多分とかおそらくっていう感じだと思うから、確実に PS3 PS4 と PC 一緒にいけるのかどうなのか知りたいですね。うん、クロノスさんグループチャットでやる、あのあれですよ、あのね、あのみんながロビーで会えるゲームって 4,5 人で踊ってたり楽しくしてると何十人かくっつく場合があるんですよ。僕、まあ、ちょっと PS4 なんですけど、一人でダンスしてて、キャラクターにダンスさせてて、で一人男の子が加わってきたんで、そいつと二人で漫才みたいなやってたら、最終的に43人うんが踊り出してそのロビーがいっぱいいっぱいになったっていう経験があって、うん、面白いよ。あ、遊んでるとなかなかね、みんな輪になってたりとかするとうおっとか思うからな、ああいうゲームってね。特に初心者の方で仲間欲しいなーって方は絶対いらっしゃると思うんで、面白いよね、みんなで集まって。いや、ちょっと待ってね、キャラクリそれちゃったから、ちょっとテンション上げすぎた、ごめんなさい一回やってみたいね。うん、やってみたい。リノさん、フレン、あのね、ちょっと一旦フロアで、サーバーというかフロアで一旦会って、あの、あれですかね、ゲーム内フレンドってあります？それともクランか何かを、初心者でも作れますか、クランって。クランのメンバーになれば、いつインしてるかってわかりますか？ちょっと詳しい方います？もうなんか、キャラクリどころじゃなくなってきたね。ちょっと早めに終えようか。これでも動画として見る方もいらっしゃるんでね、ちょっと真面目にキャラクリやろ、じゃないとちょっと失礼な当たるから、一応タイトルがタイトルだからね。で、じゃあシワの量いじってみます。今がシワの量ゼロですね。だんだん老けますよ。はい、おじいちゃんおじいちゃん強そうだけどね。まあでも元々のこの傷とかがいいかな。はい、で、クロノさん、ゲーム内フレあったよね。おそれは面白いぞ、それはいいぞ。コーテさん、じゃあ今から新規でやってくるぜこれちょっと早く作っちゃおう失礼だな本当に。で、じゃあカラーですね、肌の色から見てみましょう。ちょっとこのぐらいの位置に、上半身に目立つようにしておきますね。本当はこれ PC でやるように、ライブじゃなくてね、撮影にしとけばもっと高画質で見るお見せすることはできたんですけどね。ちょっとガーッとお見せしていくと、人間離れした肌の色にだんだんなっていきますね。このでも雰囲気からする、おーっと怖い。もうこうなるとあれだね、モブだよね、襲いかかってくるよね、ゾンビっていうかね、怖い。わざと怖いキャラ作るのもいいかもしれないね。こういう怖いけど強そうみたいなね、架空の、うんかっこいいけどさ、なんか体中にコーヒーぶっかけたみたいな感じになっちゃってるけどさ、やっぱ黒って強いよね、勇ましいよね。いいな、なんか民族っぽくていいな、トライバルとかつけたい。ちょっとでもやりすぎですかね。でもこのキャラ色白よりは黒い方が絶対似合うと思うんですよね、個人的に。こういう感じでね、こういう感じでね、うん、例えばこれにしてみましょうか。あとはこの時点で毛髪全体、髪、眉、ひげ、両目、左目、化粧変えられます。はい、ん、ちょっとあれだな、今リップっぽくなってないか、もしかして唇。あ、そんなことないか。はい、そして、体格ですね、身長今168が2メーター10。これさ、僕相当でかい人とロビーで出会ったんですけど、怖いね、威圧感めちゃくちゃあるね。しかも身長でかくて太い人。はい、一緒にするには
緑色のミッションやらないといけないよ。うん、だとりあえずロビーで会うんだよね。そうだからロビーでほら顔を合わせることは多分可能でしょ。そこまで行きゃもう閉めたもんじゃんって僕は思う。そうです。僕もね途中までやってて、なんだっけ、ポーンか、手に入れるあたり、入れたあたりから一緒にプレイできるようになりました的な感じになったような気がする。はい、ちょっと組んだことないから何とも言えないんだけどね。うん、でじゃあこれがちっちゃい子になると140センチ。顔でっけ。一応ねちょっとプレイヤーさんに対して失礼なあれなんだけど、なんかカウンターに立って話してたらちょうどこんなレベルの方がいらっしゃったんですよ。なので身長ちっちゃくしたら特に女の子の場合ね、顔の大きさ絶対ね、頭の大きさでいいのかな、絶対ちっちゃくした方がいいですよ。こんな感じでね、まあ、限度ありますけど、でバランス取らないとものすごい頭でかい子になっちゃうんで、例えば本気でバランス取らないとここまで頭大きい子になっちゃうって、まあ、ドラえもん作りたいって方は別ですけど、そうじゃない方は考えた方がいいかなと思います。はい、であと首の長さ今75、これは男子というよりは女子の方がいいんじゃないですかね。首が長いとちょっと綺麗に見えたりセクシーに見えたりしますからね。首の太さ、これはあまり男子の場合細すぎると華奢ですね。もう適度に、あと頭の大きさ適度にちっちゃくして、てか身長140ってのはもう間違いだね。168、170ぐらいしておきましょう。で肩幅、これは僕が個人的に思ったのは正面から見るのも大事なんですけど、特に女性キャラの場合は後ろ姿でバランスこういう風に取った方が、うん、撫で型の方が可愛いかなって僕は後でまあ女性キャラ作りますけどちょっと思います。はい、そしてくびれ、ここら辺も、まあ、男性あまりくびれててもあれかな、でも寸胴よりはいいよね、若干くびれがある方がね。こんな感じ、これも後ろからも見てバランス取って、で手の大きさ意外とね気にしないと気持ち悪いんですよ。これ相当気持ち悪いでしょ、なんかこういう人種いそうだけど、ラピュタのロボット兵みたいになっちゃうからね、ちゃんとバランス取った方が、一番ちっちゃいのでも僕は全然 OK だと思いますよ。はい、ただ若干男性の場合若干大きめの方がいいかなと。はい、で腰の位置、まあ足長に見えるのであれば腰の位置相当気にした方がいいんでしょうけど、どこまでもあれだよね、ネタに走れそうだよね、ここら辺いじっていくとね。はい、で腰の大きさ、ヒップですね。うん、まちっちゃい方が、あーでもダメですね、あまりにもちっちゃすぎるとこんなもんかな、バランス難しい。はい、で最後に足の大きさ、ここはそこまで僕は気にしなくてもいいのかなって思う。やっぱりでかすぎるね、ガンダムっぽいよね。うん、標準ぐらいでしょうかね。はい、でじゃあ声ちょっとこれ再生します。できれば顔をアップにして三角ボタンでねボイスの視聴ができますので、こういう風にやっていく。でピッチがね変えれるんですよ、これ高いで低いだね、これで変えていくと。はい、クロノササーバーどこしよう、ちょっとあれですよ、ちょっと女子作ってからじゃないとあれなんで、とりあえず遅くなっちゃいますけど、レベル10何でしたっけ、7番か8番のサーバーで
17か18かな、7番か8番か17か18か忘れてましたけど、レベル17までの初心者みたいな感じのサーバー2つありましたよね。7か8か17か18か忘れましたけど、うん、そこら辺ですかね。はいはい、クロノスさん、ケルさん僕のこと覚えてます。今さら、リノさん、著作権気にしないの？著作権？ん？え、このゲームは著作権関係？ん？どこで関係あります？著作権まずいのこれ、どっか引っかかりますか？ちょっとボイス2ね。なんかちっちゃい人みたいな声だね。ギャギャッ。ちょっと僕設定でボイスをちっちゃめにしちゃったから聞きにくいですね、ごめんなさいね。うん、あーちょっと若めの声。リノさん、ないよ。あ、ないんかい。ないんかいって。多分ね、ライブの場合は間違いなく安全なんですよ。というのはライブってもうこれはプレイステーション4の機能ですから、ブロードキャストはだ、著作権引っかかる部分っていうのは多分青画面になるはずなんですよね、機能的に。なのでブロードキャストとかシェア機能を使っての投稿の場合は問題ない。はい、で著作権に引っかかる場合でもなんていうのかな、なんて言った、著作権に引っかかる場合でも収益が取れなかったりね、あとは最悪は動画はこれは載せられませんといきなりキャンセルされちゃったりとかありますけど、いきなりバンされることはないんで、まあ、あまりひどい場合はバンされますけどね。はい、リノさん、ラ、うん、ラタって言ったから、あー大丈夫です大丈夫です大丈夫です、それはうん大丈夫です。話すだけならね大丈夫ですよ。ほらそれ言っちゃうと、ほら、あれラピュタのことでしょ、それ言っちゃうと、先ほら僕がドラえもんって言ったでしょ、あと芸能人の名前とかも全部著作権って引っかかりますからね、それ言っちゃうとね。だから言うのは大丈夫です。ただ画像勝手に使ったりとか、あとは曲、まあ今流れてる BGM とかも下手したら引っかかるゲームとかあるんですよ。はい、なのでそこら辺は問いつつも、まあ皆さんご存知の通り今ゲーム実況ってメインになってきますよね、来てますよね。というのは以前はゲーム実況ってグレーゾーンだったんですよ。勝手に僕らが勝手にパソコン使ってねゲーム実況してるっていう著作権も無視してっていうのが以前のゲーム実況だったんですけど、最近のゲーム業界っていうのがもうみんなで楽しんでプレイしてんのを楽しんでもらって、それで売れたら最高じゃんっていう考えになってきちゃってるんですね、大体ね。だからライブ機能ありきって、みんなでプレイしてる方もやる方も楽しもうよっていうコンセプトに変わりつつあるから、グレーゾーンじゃもうなくなってきてるんだよね。っていうかこのブロードキャストができる時点で大丈夫、これはクリアしてるってこと。もしこの DDON ね、ドラゴンズドグマオンラインがブロードキャストできないのであれば、最初からこういう風にライブはできないです、このソフトは対応してませんとか、録画できませんとか、そういう風になります。うん、そう、うん、何知らなかった、いえいえとんでもないですよ。そのね、そういうの知っとくのが結構重要です、いい質問だと思いますよ。はい、知らないでね何でもかんでもいいからパソコンにアップしようどうこうっていう人が結構多いですから、そういうの重要だと思いますよ、僕も大事だと思います。はい、クロノさん、僕らがコメントばっかりするからキャラ作成すいません。いやいや、雑談ね、雑談動画ですから大丈夫ですよ。はい、リノさん笑、コウテさん、つまり全ては金なのだよ、売れればいいのだよ。まあそうなりますよね。まあ、鋼鉄さんのおっしゃる通り、例えばね、こいつらが、こいつらって僕みたいな実況者がこうやってパソコンでゲーム実況してるから、だからじゃあ見た人が、あ、これ面白くなさそうだ、じゃあ僕ゲームこのゲーム買わないって、そんなゲームだったら売れないんですよ最初から。だからこの人やってるから、あ、面白そう俺も買おうっていうので売れればやっぱ最高なんです、そういうゲームって売れるんですよ。ところがそれやられたから、じゃあやられないように撮影させないようにとかいう方向では今はない
みたいなんですね。なので、実況者天国状態になりつつあります。あとはもう皆さんの喋り次第だね。喋りがうまい、面白いとかね、そういうのは引き立ってくると面白いよね。はい、聖太郎 TV さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。ケルと申します。はい、では ちょっとあれだね、落とし取ってきたね、ここでね。ちょっと、うん、おじさんっぽくなってきたかな。あれ、でも若返りした。これはおじさんだね、声がね。聖太郎 TV さん、そのゲーム面白いですか。面白いよね。そう、リロさん、面白い、面白いですよ。ただ、例えば聖太郎 TV さんがどういうゲームが好きかによります。何も考えずガン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 敵をやっつけたいっていう方だったら多分向いてない。役割分担を持って挑みたいっていう、その職、ジョブがあるんですけど、戦闘職がね、いろんな武器使う役割があるんですけど、もう本当に個別なんですよ。どの武器持ったから全部一緒ってゲームあるでしょ。長い剣持とうが弓持とうが槍持とうが全部一緒のゲームってあるでしょ。ガン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 ボタン連打するだけで OK のゲームってあるでしょ。そういうのじゃないんです。しっかり考えて戦略してっていうか、まあ、戦略ゲームじゃないですよ、っていうゲームだから、面白い人間にはほんとハマりますよこれ。 FF14 とかハマってる人は確実にハマる、って僕は思う。はい、で、まあいろんな人と交流できますからね、ロビーで出会えば。はい。すかさず面白いよって言っちゃうこの二人。カプコンは神ゲーしか出さないから。そうですね、僕モンハンも大好きなんですけど、モンハンのカラーもここのゲーム入ってますもんね。コンコンやったりね、そこら辺は僕が好きですね。まあこんな感じですね、カラー。はい、では男性編今ここまでやったので、あとこれは背景も変えられますよ。ちょっとご案内しますね。例えば、はい、森の中ですかね。そして海、はい、一番この服装が合いますよね、海で。これ昼夜も変えられます。ほらね、ちょっと夜な感じになると夕方ちょっといい感じになりますよね、素敵な感じ。はい、でこれは街中かな。はい、街中こんな格好してたら変態ですからね。まあ結構でもドラゴンズドグマオンライン結構変態いますよね。裸で走ってる人いっぱいいますもんね、これね。はい、インしてみると分かりますけどね。はい、聖太郎 TV さん、楽しそうですね、買おっかな。いや、聖太郎 TV さん、それがですね、このゲーム買わなくてもできちゃうんです。そうなんです、無料なんです。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとリロさんとクロノさんね、俺に言わせてね。俺が今決め台詞でさ、無料なんですって言うこと思ったら先に二人で言ってるやん。あかんやんこれ。僕に言わせて、僕に。はい、無料なんですよこのゲーム。これだからやばいんですよ、これだけできて無料なんですよ。しかももう僕ね、無料やったらこのキャラクター作成だけでも終わってもいいと思うんですよね。ところがこっから奥の深いゲームが始まるんですよ。だから素晴らしいわけね。はい、でこれで男性編ね、ちょっと装備の方も試着できますよってことです。これ初心者用の装備です。はい、クロノさん、ダウンロードだよね。ちょっと時間かかりますけどねこれね。はい、まあお時間あるときにダウンロードすることをお勧めします。例えば寝る前とかね、これからちょっとやりたいけど、じゃあダウンロードしようかなと思うとすげえ長時間かかりますからね。寝る前とか
どっか行くときの方がいいのかな。できればね、無駄な電気代になっちゃうけどね。で、クロノさん、決めさせねえよ。コデスさん、おー、はい。で、ファッション、これはファイターですかね、盾さんですかね、ちょっといかちい感じですね。で、次が同志かな、魔法系のファッションでしょうかね、これね。全然この顔に似合わねえな。はい、こんな感じですね、男性編。はい、で、このライブはここに終わりたいと思います。男性編ここで終了です。はい、男性編と言ったからには女性編がもちろんあるわけで、女性を完成させて、一旦クロアにサーバーに潜り込みたいと思いますので、若干というか結構時間かかるかもしれません。はい、一応パーツパーツで今ご紹介したんで、女性編はざっくりになりますから、その辺はご了承ください。はい、ではでは、このライブはここまで。はい、また何分か後にこの女性編が始まります。お時間、大丈夫な方はぜひ来てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕の動画はケルチャンネル、ケルケルームチャンネル、ケルケルームゲームズチャンネル、そして任天堂ゲームメインとなるケルケルームゲームズ EX でご視聴いただけます。各動画チャンネルは動画解説欄にてご案内しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も解説欄からどうぞ。